皆さんごきげんどうも、ご主人様です。アマーチンです。唐突ではございますが、先日当チャンネルの登録者が大台の1万人を突破いたしました。実にめでたいのよ。これもすべていつも応援いただいております視聴者の皆様のおかげ、改めて感謝申し上げます。まっことまっことサンクスな。これまで1000人や5000人などの節目を迎えた折には、コミュニティで報告するだけで済ませていた不詳な当チャンネルではございますが、さすがにこの大台突破には何かやるべきかと思い記念動画など作ってみました。1万人には勝てなかったのよ。まあ1万人突破してから時間空いちまったけどな。年初時点では1万人突破は流行っても夏過ぎくらいと思ってたんですけどね。なんか3月から急に登録者数が伸びて予想をはるかに上回るタイミングでの達成となりました。おかげでご報告が遅れてしまい申し訳ありません。すまんな。ということで登録者1万人突破を記念して、当チャンネルのこれまでを振り返ってなどしてみたいと思います。無難やな。ほっといてください。最後にちょっとした重大発表もございますので最後までご覧いただければこれ幸い。ご用途お急ぎのあるリスナーさんはそれだけでも見たってな。頼む。では実況を始めた2020年から振り返っていきましょう。まあチャンネル開設したのは正確には2019年の12月なんですけどね。まあ誤差ってやつなのよ。当チャンネルの記念すべき最初の動画であり実況シリーズがこちら、ストロングホールドクルセイダー2でした。この頃はとりあえず初めて見ましたって感じだったから、ライブラリにあるゲームを適当に選んでただけだったのよね。投稿頻度も週に1、2回程度でしたね。我々のキャラもまだ定まっていませんでしたし、編集も実に拙く初々しいですね。中の人的にはこの時期の動画はとても見ちゃいられないらしいのよね。やっぱ若さゆえの過ちは認めたくないものなのよ。まあこの時点ですでに若くありませんでしたけどね、ははは。ははは。実況以外にもエピックゲームズで配布される無料ゲームの解説なんかもやってましたね。なんというか暗中模索感が感じられるのよ。この年に実況した動画はこんな感じでした。確か2020年末時点でチャンネル登録者数が80人程度でしたね。この頃は1万人とか想像すらできなかったのよね。そして2021年、早くも実況者として転機を迎えることになりました。そのきっかけとなった作品がこちら。ダイソンスフィアプログラム。銀河系を舞台に超巨大構造物ダイソン級を建設するために、星々をまたがる巨大生産ラインを作り上げるご存知工場自動化芸の名作です。これリリース前からずっと楽しみで楽しみで、実際初めて見たらもうこれが面白くてやめられない止まらない。毎日寝る間惜しんで遊び倒したのよ。本作がきっかけで現在のほぼ毎日投稿のスタイルに方針を変えたんですよね。週1投稿とかじゃいつまで経っても終わんないかんな。おかげでプライベートは全てゲーム付けの生活になりましたけどね。もともとシミュレーションというジャンルが好きだったということもありますが、これをきっかけにシムやクラフト要素のある作品を主に投稿するようになり、チャンネルの方向性を決定づけた作品でもあります。中の人的にも自動化芸で一番のお気に入りのゲームなのよね。本作今年の大型アップデートにてリリース当初より予定されていた、襲撃と防衛要素がついに実装されるなど現在もなお進化中の作品です。時間さえあればもう一度やってみたいゲームでもあるのよね。次はこちらの作品。剣士。懐かしいのな。本作は2021年に投稿を始め、途中半年ほどの休止期間を挟みつつ、2023年にシリーズを完結させるという投稿期間、本数ともにチャンネル最長最多のシリーズとなりました。また単に長いシリーズだったというだけでなく特に印象深いものでもありました。数字の面で言えば初動で再生数千回超えた最初の動画が本シリーズの初回でしたね。すでに正式リリースされてから月日が経っている作品としてはちょっと驚きでした。剣士コミュニティの熱さをしみじみと感じたのよ。初回の動画はその後も順調に伸びてチャンネル最初の再生数1万回超えの動画にもなりました。かなり長い間チャンネルで一番再生された動画に君臨してたのよね。また何より思い出深いのが、古くから動画にコメントいただいている視聴者さんの多くが、このシリーズをきっかけにチャンネルを見ていただけるようになったということですね。まっことありがたし。ゲームプレイも編集も本当に楽しいシリーズでした。剣士詰まってる。そして2021年における飛躍のきっかけとなった作品がこちら。ゴーイングメディバル。疫病で人口の大半が失われた架空の中世を舞台としたコロニーシム。いやこれはすごかったのよ。確かこのシリーズを始める直前のチャンネル登録者が300人ほどだったのですが、投稿開始から1ヶ月足らずで節目の1000人を超えたんですよね。毎日すんごい勢いで登録者数が増えてくの見ながら、嬉しいというより何が起きてる。ってビビってたのを覚えてるのよ。2020年末時点では登録者1000人も全く現実感のない数字でしたが、ダイソンスフィアプログラムや剣士の実況で登録者数が初年度より良いペースで増えていたこともあり、この調子なら3、4年後にはいけんじゃねなんて思っていたところこの事態でしたから本当にびっくりでしたね。まさに1万人突破の道しるべを作ってくれた作品でした。実況シリーズとしても大変功労をいただいた作品でもありまして、癖の強すぎるミキネキたちの愉快な中世暮らしが実に楽しいゲームだったのよ。実はもっと続けるつもりだったけど、お城作ったらやりすぎちまったみたいで画面ガックガクになっちった。それでやむなく完結したってのが裏話。
本作我々のシリーズ完結後も順調にアップデを重ねているようでして、実況していた時よりさらに遊びやすく面白くなっているようです。コロニーシムの入門としてもぜひおすすめしたい作品なのよ。以上の3本が2021年チャンネルの方向性を決めた実況作品でした。他にもこの年にはこのような作品を実況していました。メジャーからマイナーまでよりどりみどり、すでにシムやクラフト系サバイバルが中心のラインナップになっていますね。中にはこのチャンネル以外ではほとんど動画見ないようなゲームもあるの。メジャーやインディー、日本語対応未対応を問わず、面白そうな作品にはとりあえず手を出してみるスタンスは今後とも維持したいですね。ちなみに2021年末時点のチャンネル登録者数が3000人ほどでした。ほんと一気に増えたのよね。そして2022年、この年でまず語っておきたいのがエルデンリングですかね。ご存知フロムソフトウェアの名作アクション RPG。 実は中の人がもともとソウルシリーズの実況動画が好きでして、それが動画投稿を始めるきっかけだったんですよね。だからいつかはフロムの新作を実況したいと思ってたのよ。だから念願の実況シリーズだったってなわけなのよ。シム専門のチャンネルとか言ってたのはどの口だとか言うな。結局クリアするまでシムそっちのけで実況してましたね。そっちの動画待ってたニキネキには誠に愛すまぬ。まあ楽しすぎたから仕方ないね。待ちに待たされた DLC のリリースも間もなく、当然初日からガンガン遊ぶ予定なの。重ねてすまんな。そしてこの年の動画シリーズで再生数が多かったのが次の2つ。最初がこちら、キャプテンオブインダストリー。日本語タイトルは産業キャプテン。言うな。工場自動化系のコロニーシムとしてリリース前から話題になっていた作品で、その特徴は何といってもその超リアル思考。もう工場のリアル感がサビとオイルの匂いでむせ返って嫌がったのよ。工場好きならたまらないってやつよね。ビジュアルだけでなく工場で生産する物のレシピもリアル思考。その複雑さには歴戦の自動化もさに機関機の一作でした。苦労して作った生産ラインが動いてるのをニマニマしながら見るのがたまらんのよ。地形をかなり自由に掘削したり埋め立てできるのも斬新でしたね。鉱石掘るだけでもいろいろ考えて進めるのがまた楽しかったのよ。自動化芸の金字塔ファクトリオに完全と挑む実にインディーらしい作品でした。なのになんであんな放題をクソダサ日本語訳にしちまったんや。だから言うな。正直最初はスチームのバグだと思ってたのよ。言うなつってんだろ。このシリーズでは最終回で初めてプレミア投稿にもチャレンジしました。たくさんのリスナーさんとロケットの打ち上げ一緒に見たものいい思いで、最近ご無沙汰ですが、またいずれプレミア公開もやってみたいですね。そして2022年、貢献してくれたもう一つの実況シリーズがこちら、ファーゼストフロンティア。超美麗なビジュアルとシビアなゲーム性で話題となり、この年では街づくり系のシムでは最大の話題作になった作品ですね。確かに難しかった。実際最初の村づくりで失敗してやり直ししたくらいだったのよね。このチャンネルでは基本的に初見プレイをそのまま継続して実況していくスタイルなのですが、いろいろあってこれはやり直さざるを得ないと判断したんですよね。やらかしたとこからのリカバリーもシム系実況の面白さなんだけど、たまには諦めも肝心ってことなんやなって。まあ最後にはかなり広々な城塞都市作れたから OK です。あれ完成させるのは本当に大変だったんですけどね。そもそもあの広さ全部壁で囲うとか考えたからでしょ。まあ確かに映えたけどさ。おかげで一時期ひたすら壁立てているだけの動画になってたりしました。よくあれで見てもらえたもんなのよ。このシリーズも最終回はプレミア公開しましたね。最初にやった時よりもっとリスナーさん来てくれて感謝感謝。やはり中世街づくりはシム界隈では一番の人気ジャンルであることを実感したシリーズでした。その他にも2022年にはこのような作品を実況していました。ロボトミなんか懐かしいのな。地獄の49日目を1日かけてなんとかクリアしたのも今ではいい思いで。2022年末時点のチャンネル登録者が6000人くらいでしたかね。そして2023年、普段は主にリリースホヤホヤの新作を中心に実況しているチャンネルですが、この年は正式リリースからしばらく経った作品も結構プレイしましたね。トロピコ6とかミスタープレッパーとかな。新作以外でも興味あって積んでるゲームがまだまだたくさんあるのよね。新作がリリースされるとついそちらを優先しがちでなかなか手が出せないですけどね。今年も何本かは新作以外の実況もやりたいのよ。でないと積みゲーが増えていく一方ですからね。そして2023年でまず語るべき作品はこちら、デフィニトリーノットフライドチキン。相変わらずガンギマって嫌がんのよ。アーリーアクセス直後から実況を始めたこの作品、普段はアーリーアクセスのコンテンツをクリアするとそのまま放置しがちなのですが、アップデが来ても追新作を優先しちゃいがちなのよね。本作についてはなぜか無性に気に入ってアップデの度に実況を再開。結局1年越しで正式リリースを迎えエンドゲームコンテンツまで実況しちゃいましたね。視聴者ニキネキにもすっごく評判良くて、最後までコメント欄がガンギマって嫌がったのよ。まあ題材があれだけに大手や事務所所属の配信者さんはちょっと手を出しづらい作品ですので、一種の隙間産業的ニーズを捉えた実況シリーズと言えるかもしれません。
れません。ある意味実にこのチャンネルらしいシリーズでした。つまり汚れってことなんか言うな。ちなみに本シリーズの総集編を今年の3月に投稿したのですが、なんと投稿から1週間足らずで1万再生超えの大好評。ありがとうガンギマリ、フォーエバーガンギマリ。冒頭で3月から急に登録者数が増えたという話をしましたが、どうもこの総集編がきっかけだったみたいなんですよね。やっぱガンギマリが一番なんやなって。なんというか最後まで我々の予想を超える動画シリーズでした。そして2023年はもう一つ力を入れたのがこちらの実況。アーマードコア6、エルデンリングに続くフロムソフトウェア新作の実況、そして10年ぶりの新作ということで気合が入りましたね。中の人的にはソウルシリーズと並んで思い入れの深いシリーズだったから、またシム系のゲームほっぽり出してこれ一本に熱中しちまった。すまんな。作品についての評価は最終回の動画で語り尽くしたので改めて繰り返しませんが、実に大満足な新作でした。DLC 待ってる。そして2023年に実況した作品がこちら。20本も実況してたんやなって。この年はシム系ではいわゆる大作やメジャー作品は実況しませんでしたが、インディー系で個性的で良質な作品を多くプレイできて非常に満足でしたね。相変わらずクッソマイナーなゲームもいろいろやってたんやなって。マイナーな作品実況していて嬉しいのがしばしば開発者さんからコメントいただけることなんですよね。内容バレたらキレられるんと違うか。言うな。2023年末時点の登録者数が約9000人、そして2024年4月にめでたく登録者1万人を達成いたしました。めでたい。とまあ以上駆け足で振り返ったチャンネルのこれまででした。2024年は現在進行形、まだまだ楽しみな新作がたくさん控えてるのよ。初投稿から4年と4ヶ月、投稿した動画数は約1150本。いやよくもまあこんだけやってきたのな。これも全て視聴者の皆々様の応援あってこそ、改めてお礼申し上げます。申し上げます。では最後に冒頭でお話ししていたちょっとした重大発表で動画を締めましょうかね。せやな。登録者1万人突破を記念して竹を一新しました。拍手拍手。どうかしら、かわいい、かわいいでしょ。これはまたご主人様にメロメロなニキネキが増えちまいそうな雰囲気。新しい竹への制作者はイラストレーターの矢郷ややまるさん。テレビと掃除機をモチーフとした折りキャラの竹という無茶ぶりにもかかわらず、こんなに素晴らしい竹に仕上げていただき誠にありがとうございました。まっことまっことサンクスな。表情もついてご主人様の魅力も倍増。これまで以上に楽しい実況になりそうなのよ。まあその分編集の手間も2倍で大変なんですけどね。頑張れ。登録者1万人を契機に装いも一新。とはいえチャンネルのスタンスはこれまでと変わりません。メジャー、インディーを問わず面白いと感じた作品を楽しく実況する。そんだけ。何も足さない、何も引かない。これまで同様応援してもらえたらとてもとても嬉しいのよ。目指せ登録者2万人。などと余計なことは考えずに今まで同様まったりとやっていきます。これからも応援、よろしくお願いします。